どうも、音楽講師のもっちです。皆さん、定番のコード進行といえば何が思い浮かびますか？小室進行、王道進行、マルサ進行、ポップパンク進行、いろいろあると思うんですが、やっぱり日本人に最も愛されているコード進行といえばカノン進行。これはある意味ポップアナリーゼの第一人者であると私が勝手に思っているマキタスポーツさんが著書すべての J-POP はパクリである、この中でもそんな感じの文脈で紹介されてます。ということで、今回はこの日本人のアンニュイな切な心をくすぐる最強のコード進行カノン進行をですね、様々なアーティストの使用例と合わせながらご紹介してみたいなと思います。基本形に忠実なパターンからアレンジを加えたパターンまで、いろいろなバリエーションを紹介したいと思ってます。皆さんもこの曲のカノン進行が好きですみたいなのがあればぜひコメントしてください。ということで行ってみましょう。どうぞ。そもそもカノン進行とは何かというと、ヨハン・パッヘルベルというバロック期のドイツの作曲家、バッハよりちょっと前くらいの時期に活躍した人みたいですけどね。で、そのパッヘルベルさんが作った3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーク2長調、これが正式な曲名みたいですが、一般的にはパッヘルベルのカノンという名称で知られていて、実際にこの曲の一部が有名ということみたいです。僕はクラシックはあまり詳しくないんですけどね。この曲どこかで聞いたことある人が大半なんじゃないかなと思いますが、かなり昔ですね。フカキョンがピアノが得意って言ってこの曲を弾いていたような記憶があります。そんな話はどうでもいいんですけどね。この曲のコード進行、これがいわゆるカノン進行の原型です。コード進行を見てみると、で、これがループする。いい感じですよね。これがオリジナル、原型なんですが、実はこのままの形で使われているというより、様々な派生形があるんですが、こちらの形。この形が現在最も使用頻度の高い、いわゆるカノン進行のベーシックな形だと思います。マキタスポーツさんがカノン進行を使えば J-POP になると言っているカノン進行はまさにこの形だと思います。いや、これさ、さっきのオリジナルと全然違くね？と感じる方もいらっしゃるかもしれません。ということで比較してみましょう。上がオリジナルで下がベーシックなパターン。2つ目のコードがですね、 G とG-on-B になっているんですが、これは展開形になっているだけなので、コード上は同じものと考えて良さそう。で、次のですね、Em と G、これですね、この2つのコード、実はサウンドキャラクターが似ています。G は、押し入れ。で、これにですね、E の音をルートで弾くと、こうなります。これ Em7 というコードですね。Mi ソーシーで、これが Em7 で、この中にですね、ソーシーレというこの G というコード、これがすっぽり収まっているっていうことなんですね。だから Em と G はサウンドキャラクターは似ているっていうことなんですね。で、次の E と C-on-Eですが、これも展開系の関係なので、同じとみなしてもいいと思います。で、次のですね、F と Dm ですが、これ実は先ほどの G と Em の関係と同じ。パラド、これが F というコードで、これに D をつけると Dm7。つまり、この Dm7 の中に、F が入っている。つまりサウンドキャラクターが同じ。これはこの2つのコードが音楽理論上もサブドミナントに属するということから見ても代理可能ということですね。さらにベーシックな形のもう一つの特徴は、ベースラインが加工しているということなんですね。この流れがいい感じっていうのがあります。
ではこれを踏まえて実際の J-POP のヒット曲の中でこのカノン進行がどんな風に使われているのか、それを見ていきましょう。トップバッターは小室哲哉さん、 TK のカノン進行を見てみたいと思います。曲は TM ネットワークの 7days war。 サビの部分ですが、これほぼベーシックな形ですね。ラストの部分がJesus4G、 こうなってますけど、これは単なる装飾ですから変形と呼ぶほどのものでもないですね。なので純粋ベーシックパターンの引用例と考えてよいと思います。以上を踏まえて聞いてください。 7days を戦うよ、僕たちの場所この手で掴むまで。続いてはあいみょん、マリーゴールドですね。これもほぼほぼベーシック系、先ほどの TK パターンにも近いんですが、一箇所違うところがあって、皆さんどこかわかりますか？ここですね。Dm7 が F になっている。だから、ここを比較しても、F と Dm7 は、これ先ほども説明した通り、ルートが異なるだけで、サウンド的にもコードの機能的にもほぼ同じコードなんですね。だから、こちらもベーシックパターンの引用例と考えてよいと思います。以上を踏まえて聞いてください。風の強さがちょっと心を揺さぶりすぎて、真面目に見つめた君が恋しい。これ全然関係ないですが、マリーゴールド、この曲シンプルに見えて歌のふわりが結構難しい曲ですね。簡単そうに見えて意外とカラオケで歌うのは難しいかもしれないです。続いてユーミンの曲なんですが、守ってあげたいです。これもほぼベーシック系ですね。目を引くところといえばこのコード、 C on G ですね。 G の展開系なんですけど、 G とサウンド的に大きな変化はないですね。もともとこの部分のこの G で、これドミナント、つまりキーの地面であるところのこの C に向かうためのこの G というわけではないですね。このこういう G ではないので、C on G でも問題ないし、この展開系のオンコードって一種独特の浮遊感が生まれるので、まあ、このコード進行をパッと見ても、オンコードってこう3つあるじゃないですか。この浮遊する感じがユーミンっぽさでもあるので、だからここはむしろ C on G の方が合ってますね。あと、ユーミンコードと呼んでいる Dm7 on G。このコードですが、これは先ほど出てきたJesus4 と、まあ、同じ方向性のコードなんですね。だから TK やあいみょんの曲と考え方は全く同じと言ってよい。そのあたりを踏まえて聞いてみてください。So you don't have to worry, worry, 守ってあげたい。とりあえずここまで3曲見てきましたけども、ここまではベーシックな形の引用でしたね。この形の曲はものすごくたくさんあって、今回紹介した楽曲以外にも、例えば山下達郎さんのクリスマスイブとか、まあ今日はクリスマスなのでこっちを入れておくべきだったかなと思わないでもないですが、あとはカンさんの愛は勝つもうこのタイプのカノンですね。今年お亡くなりになりましたけども、愛は勝つといえば、僕は山田勝てないテレビ、通称山勝っていうね、昔そんな番組がありまして、僕は小学生だったと思うんですけど、そのイメージが強い。その山勝の中で愛はチキンカツっていうほぼダジャレの替え歌がありまして、その替え歌がねずっと頭の中に残ってるんですね僕は。あと山勝といえば OSND カン、大事マンブラザーズバンド、まあどうでもいいんですけど、その大事マンブラザーズのそれが大事もカノン進行だったと思います。ということで、ここまでは基本に忠実なタイプのカノン進行を見てきましたが、ここからは応用編ということで、カノン進行なんだけど手を加えたタイプの楽曲を見ていこうと思います。まずは再びユーミンの登場。やっぱりユーミンの行動感は面白いですね。ということで飛行機雲です。最初はここまでは基本通り、でも次がですね Em7 に行っている。本来の流れなら Am7 が来るんですが、Em7 が来ている。これは音楽理論の観点から言えば、この2つのコードは同じ機能、つまりサウンドキャラクターが似ている。なので Em7 でも問題はないという解釈もできると思います。これは2段目の同じ箇所ですね。
G4F ときて Em7 に行く、ここの進行と繰り返しの構造、つまりフラクタル構造になっている。で、上段だけ見てみると G から始まって Dm までベースラインの下降形の形を形成してますよね。そこから下段 G に行くんだけど、ここからもう一度下降のラインを作って最終的に F メジャー7、D7、そしてこう先頭に戻っていく。全体として循環コードを形成している。二段構えになっているんだけど、全体として見るとカノン進行の変形ですね。対極としてカノンの構造を維持しながら細かい部分で変化させていく。面白いと思います。ということで聞いてみてください。白い坂道が空まで続いていた。ゆらゆら影のがあの子を包む。次は YOASOBI のもう少しだけという曲です。僕のイメージでは YOASOBI は王道進行が好きなイメージがありますが、この曲はカノン進行ですね。前半はもう今まで出てきた形なので問題ないと思いますが、ラストの小節ですね。基本的には Dm7G この流れですが、ここが半拍ずつコードが上がっていく。ここがメロディーとも対応していてリズミカルですね。これがこの曲のポップさを生み出していて、ここまで紹介した楽曲とは違った個性、まあ夜遊びっぽさにつながっているということで、そこに注目しながら聴いてみてください。もう少しだけ、もう少しだけ踏み出せたのなら、そう小さな優しさを分け合えたのなら。今日最後の曲なんですけども、ミーシャのエブリシングです。今年も紅白の赤組の鳥はミーシャだそうで、この動画の鳥もミーシャです。実は僕ミーシャのファンで、どのアーティストが一番好きですかと言われたらミーシャってこう食い気味に言うぐらいミーシャが大好きなんですね。まあそれはさておき、この曲コード進行はカミリハモだと思います。なのでいつかこの曲の全体を通して解説してみたいなと思っているんですが、今日はカノンに絞ってお話しさせていただこうと思います。コード進行はこんな感じなんですけど、パッと見ね、どこがカノンやねんとね、基本はまあ言うてもこれですから違いすぎるじゃねえかよって思うかもしれないんですけど、でもこれやっぱり対極的に見るとカノンなんです。まず冒頭の流れは同じですよね。 C から G4B で、まず Am7 まで行くんですが、このあと Gm6C7、 これですよね、これはですね、次のF メジャー7に行くためのセカンダリードミナントってやつです。だから言ってしまえば F メジャー7に行くための助走みたいなもので、 F メジャー7の次に G4F が来てますが、これもルートは同じ F なので同系統と考えれば、次は Em7 ですから、カノン進行の特徴であるルートが下降していく流れというのは確保されてますよね。でその次にこの D シャープ7オン A から E ディミニッシュオン A、 こんなめんどくさそうなコードが出てきますが、これもですね、下段の先頭の Em7 に行くためのセカンダリードミナントです。そう考えればこれもまあおまけということは、ここも Em7Dm7 というこの下降の流れは守られてます。下段の Dm7 の後がちょっと難しいんですけど、通常のカノン進行の流れから見ると Em7G じゃないですか。ここもその流れで G7 なんですね。だから G7 オン F って G7 の展開形でしょ。でもこの曲の大きな特徴として、セカンダリードミナントを多用するとか、まあすんなり行かせねえよっていうのがあるわけですね。それでG シャープディミニッシュがその前に置かれている。でこいつは音楽理論的にパッシングディミニッシュというやつなんですけど、今までの流れと同じ感じで表現すると G7 へのセカンダリードミナントの裏コードってやつですね。パッシングディミニッシュとオルタードドミナントはサウンドキャラクターが似ているんです。まあ今回は細かいコードの解説は省きますが、一応音楽理論上の根拠はあるということなんですね。
で結局 G7 まで来たんだったらこれでループするでしょと思いきや、この曲まだ最後の悪あがき、すんなり行かせねえよっていうことで、もう一回 Gm7 に行くんですね。でまた A7 というセカンダリードミナントを挟んで Dm7 に行く。で次の調節の頭ってこれ展開形になってるんですけども、 Gm7 じゃないですか。つまりここゴールなんですね。ではここに行くのに何が必要か、まあ基本形でもそうなってますが、 G ですね、この流れなので、ここってコード自体違うけどやりたいことはほぼ同じ感じで、この流れと同じことをやっているのか、ここ Dm7flat5onGsharpDm7flat5onG、 これ分かりにくいかもしれないけどルートの流れが同じじゃないですか。 GsharpG ね、いやいや同じじゃないでしょ、こっち F になってるじゃんね。そうなんです、このあたりが僕がこの曲は紙リハ持っていってる部分でもあると、ちょっとまあ濁しておきます。まあ同じと考えてくださいということで、以上のポイント、もう前半の話覚えてねえよかもしれませんけど、そのあたりを踏まえてちょっと通してね聞いてみてください。 Your ABD Your ABDカノン進行の拡張ということをテーマにお話ししてますから、エブリシングについては細かいコードの説明はかなり端折りましたけれども、この曲のコード進行は本当に難しい。この曲コード理論検定の卒業試験にしてもいいレベルだと思うんで、といってもねコード理論検定なんてありませんけど、もし音楽理論など詳しく勉強したいという方はこの曲が理解できるかどうか、そのあたりを目指して勉強を頑張っていただければなと思います。ということで、この動画が面白かったという方は高評価チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。